やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は、リニューアルして動画概要欄に書いてあります。お知らせ4つお願いします。まず1つ目、オンラインサロンたまきの人生向上委員会では、今日1日の過ごし方とか、習慣運勢とかやってます。で、もう1個の、オンラインサロンマチュール、こちら無料になりましたので、ぜひ動画概要欄からチェックしてみてください。3つ目、猫チャンネル始めました。ズバッと猫チャンネルでございます。長毛の可愛い猫が見られますよ。で、4つ目、ズバッとタロットはアマゾンとかで発売してます。はい。で、ここからはこのコーナーの説明ですね。イエス可能でご質問を占うコーナー。まず質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見てる動画のコメント欄には書かないでね。で、1人1回2問までです。で、1回質問したら5日間くらい分けて連投は避けてください。で、すべての質問に答えられるわけではないです。オンラインサロンに行くこともあるし、これはちょっと占えないごめんなさいっていうこともあります。はい、では本日1問目です。岸くんは芸能界引退を考えているか。このご質問はね、9月の頭くらいなんでね、まだ 2B に入ったみたいな相当前のご質問なので、まあそういうご質問もあるよね。 2B 入ったけど占う、一応占うかね。ちょっと今後数年以内に芸能界引退を考えることがあるか的な感じにこうして、芸能界引退を、どうかな、ネガティブなカードが出たらそうかな、死神とかやめるみたいな。明るいカードが出たら考えてないかな。芸能界引退についてはどうでしょうか。よぎったりするんでしょうか。あ、でも迷いのカードが出たよ。不安のカード。ズバッと出ました。ないと言えば嘘になる。若干あるよ。不安。自分がどういう方向に行けばいいんだろうみたいな。まあ、どちらにしろ何にしろ楽しく前向きにやっていきたいんだけど、芸能じゃなくてもいいかもねみたいなのはあるかもね、もしかしたら。なので、もう本当に引退したいんですとか、そこまでの強い気持ちじゃなくて、ぼんやりうっすら引退して別の道に進んでみたらどうなるんだろうみたいな、その程度の感じで、まあ誰でもあるよね。自分がこの仕事に就いたらどうなるんだろうみたいな妄想みたいな、そういうレベルではあるかもねっていう。なので三角。はい。続いて、玉木さん、2B には29日生まれさんが多いですというつぶやきを目にします。へー。1. タッキーは数秘術を学んでいて、本人のようにマスターナンバーをお持ちの方を集めている。平野くんもそうだしね。ね、岸くんも44だしね。2. 実は玉木さんの YouTube で数秘術を学んで参考にしている。返事したけど、そんな嬉しい仮説をありがとうございます、ね。いや、私から学ばなくても数秘術って世の中で、私だけが先生なわけじゃないから全然。そう。ね。1、2、もう一気に占っちゃいます。実は玉木の YouTube 見てんじゃないかみたいな。見てる可能性はでもゼロではないよね。名前出してタッキーを占うとかやってるからね。ご本人が見る可能性はそれは大いにあり得るっちゃあり得る。知らんけど。そんなにあるかどうかわかんないけど。ね。マスターナンバー、フールの逆だからあんま考えてないじゃない。マスターナンバーの人を集めている、関係ないかな。実は玉木の YouTube をね、見てなんか参考にしてないかな。両方ノーでズバッと出ました。そこまで考えてないと思います。はい、両方ノーで。はい、続いて新庄監督について。若手の育成メインのスターメン起用なのか、いぶし銀的な30歳のベテラン選手が本当に起用されず、2軍にずっといます。そうなんだ。悲しいね、なんかね。ほー、そうなんだね。もやっとしています。多分シーズンが終わってるかもですが、そうだね。ごめんなさいね、なんか今、
どこが優勝するかみたいなの感じになってる。うん、シーズン、まあ終わって、一応終わってないのか、まだ。なるほどね。自分が目をかけた悲劇の若い子だけが今後もずっと起用され続けるのか、年齢的に見切られてしまったのか、どっちか。若い子。悲劇の若い子を、が起用され続けるのか、イースカノーか。それとも30過ぎのベテラン選手は年齢的に見切られてしまったのか。いや、その他。その他の理由がある。戦略的にその他のなんか理由があるのか。はい。今後も、ね、ひいきの若い子が起用され続けるか。ああ、太陽が出るって言っちゃうんだ、そこに。そうか。これ、イエスっぽいね。ひいきの若い子だけが、みたいなの。で、年齢的に、このベテラン選手見切られてしまったか。あるかも。そういう感じなのか。その他。皇帝の逆。どうなんだろうね。監督として、皇帝が逆出るとあんまり良くないよね。なんか、わがままな、なんか、ワンマンみたいな感じで、ズバッと出ました。いやー、うん、両方イエスで。うん、両方ってその、自分が目をかけた後、あと年齢的にみたいな。二つとも、両方イエスで、まあ、その他にも、なんか、ワンマンみたいな感じが出てる。続いて、先日の占い結果で気になったことがある。財布は3年で買い替えた方が良いと出ていましたが、革財布を使っている場合、1、2、3、4、5、どうしたらいいか。うん。で、2問目が手帳のカバーは毎年買い替えた方がいいか。ああ、なるほどね。財布3年で買い替えた方がいいって自分で占ったくせに、まだ、私、もう、8、9年くらいに突入して、まだ、その例の島村のさ、980円くらいがまだ、もうすぐ10年くらいに突入するから、みたいな、そんな感じになっちゃってますけど、どうしたもんかね。いや、なんかお気に入りの財布ってさ、なかなかなくない？自分だけなんか、使い勝手が、私こだわりがあって、ここに何個こうポケットがあってとか、チャックの形こんなんでとか、なんか、すごい、それをこう探すのがさ、めんどくさいっていうか、あ、これいいねっていうのに出会うのにさ、なんか、時間かけちゃうから、なかなか帰らなくて。はい。政治で浄化。あんまり。満月の日に浄化。あ、これ、満月良さそうです。満月の日に浄化。中身を入れたまま。あ、どっちでも良さそう。はい。音差。もういいです。変わらない。変わらないに審判が出ちゃうとどうにもならんのだけど、ズバッと出ました。革財布を使ってる場合でしょ？で、3年で買い替えられないよみたいな時。とりあえず政治は全くあれかな。財布に関しては。で、どうしよっか。変わらないに強めの審判も出ちゃったしな。困ったね。大変困ったね。まあでも、なんか気にしなくっていいんじゃない？すごい強めに出たのってさ、結局ファイナンシャルプランナーだのさ、家計簿つけるだの、あと金融の神社だのだったじゃん。あの辺じゃない？強く出たのは。多分これ3年で買い替えるわ。気にすんなって感じだと思う。うん。まあ、できるならやればいいんじゃないくらいの、そのくらいの弱さだと思う。なので、うん、なんか政治以外全部イエスって出たので。で、キーのカードもおおらかなね、感じで皇帝とか女帝とか横立ってんので、うん。気にすんな。あんまり気にしない3年とかいうのは、みたい。とにかく、あの占いで大事なのはお金について意識しろみたいなことですよ。で、これ財布を3年で買い替えろも、財布を変えるってことは必然的に意識するじゃん。お金、ね、お財布の中とか綺麗になってるかなとかさ、
自分どうやって使ってるかなとかさ、うん、お金っていうものにこうフォーカスするじゃない、短期的に、短期のこのスパンで3年とか、うん、じゃなくて普段から気にしてれば全然関係ないことだと思う、うん、なのでそれより大事なことがあるよみたいな感じであんま気にすんなって感じでお願いします。続いてね、やりとりが長いんだけど、先日飼い猫が突然死していました。猫が亡くなった場所について見ていただきたいです。自ら最後の場所を動物は選ぶのでしょうかっていうので、亡くなった場所、そう、外で飼ってて亡くなった場所がわからないっていうことですかって聞いたら、室内だそうです。はい。で、室内で飼ってて猫が亡くなった場所をってどういうことってまた返したら、例えば、リビングだったり、就寝室、子供部屋、脱衣所、またね、お気に入りの場所とか、そういう場所を選ぶかどうかだそうです。なるほど。ということで、長いやりとりの末に、ご質問の意図が分かったっていう。家の室内で飼ってて、家のどこで私は最後ここで亡くなりますっていうその場所を選ぶのかどうか。そうね、動ける体力のある猫ならね最後に選べると思うけど、完全に動けなくなっちゃってると選べないね。動ける場合自分で選ぶか、いや選ばないともズバッと出ました。たまたまだと思う。たまたまそこで力尽きたみたいな感じ。うん。選んでなさそうです、家の中の場合。はい。なので、あんまりその場所は関係ない、なさそうですよ。はい。続いて、エリマケキツネザルさん、今日は9月9日、猫踏んじゃったって曲がありますね。玉木さんは猫踏んじゃったこと、また踏みそうになったことがありますか？これね、下に書いたんだけど、尻尾はね、ちょいちょい踏んでます。さすがに肉の部分は踏まないけど、猫、うちの猫長毛で、尻尾が本体かなって思うくらい、もう尻尾だけでこんなにあるのよ、バーンって。なので、普通に、その辺にゴロンってされてるとさ、尻尾の毛は踏んじゃう。うん。ごめんなさい。なので、猫の毛は踏んでます。あの曲は本当に踏んじゃった方が作ってたのでしょうか。一番目はさっき本当に踏んじゃったことありますかでしょう。猫の尻尾の毛なら踏んでます。はい。で、二、本当に踏んじゃった方が作ったのか。なるほどね。猫踏んじゃった。猫踏んじゃった。猫踏んづけちゃったら引っかいた。いいや。だろうね。ただの歌詞としてのネタじゃなくて、本当に踏んじゃった？いいんじゃでしょう。資料深いカードが出てズバッと出ました。いやー、踏んじゃった。そんなにミスのある感じには見えないよね。その、あと、あれって誰かが作った歌詞なの？なんか、こうさ、伝承的に、こう、民族的っていうか、自然発生的に生まれた歌詞じゃなくて、猫踏んじゃったの歌詞。はい、あ、一応、歌詞作った人がいるんだ。半田さんって人？坂田さん？大阪の、こうね、に、田んぼ。ああ、一応いるんだね。歌詞としてのネタじゃないですかね。なんか、そんな、うっかりさんには見えないけどね。ノーだと思います。うん。ただのネタじゃないです。ネタっていうか。うん。実話ではない気がするんだ。続いて、木原事件が続くね。計画的犯行か、突発的犯行か。で、現場にあった覚醒剤は犯人が持ち込んだのか、元夫が所持していたものか。なるほどね。まず一番目。計画的か、突発的か。
計画、突発、ズバッと出ました。突発かな？うん。そうね。突発的。2番目。覚醒剤は犯人が持ち込んだのか。元夫が所持していたのか。これね。警察動けよって思うよね。なんか。ねえ。そうなんだよね。なんか本当に、これ警察動かないよなーって事件あるよね。知らない。動いてるのかもしれないけど。知らないだけかもしれないけど。はい。持ち込んだものか。元夫が持っていた。その他って何？ズバッと出ました。犯人が持ち込んだ恋人の逆。元夫が所持した。そんなに持ってない気がする。女帝。妻。わかんないけど。ちょっと、その他で。その他。うん。その他の人。はい。続いて、坂東玉三郎さんについて。彼の話やパフォーマンスに触れるたびに同時代に生きていて幸せだと思う私です。本人は昔から王様だろうが大金持ちだろうがもう生まれ変わりたくないとおっしゃっています。果たしてそのシーンは何でしょう？ 1,2,3,4,5 やり残すことはないきつい人生だった。3人間以上の存在になりたい。いやもう完全に無になりたい。その他玉木が思いついたことがあればその他なんだろう。もう生まれ変わりたくない。その他ってあるかな？一回、一度の人生をもう完璧に生きたいみたいな。うん。だから、なんかやり直してまた、ね、生き返ってっていうか生まれ変わってやり直せばいいや、みたいな的な、生まれ変わってやり直そうって言えばあれですよ。歌舞伎の、あの、後半が始まった。ああ、思いっきりド忘れでした。あんな大事な事件を。あの方々、あのご家族はね、あの、生まれ変わって、みたいな、別の世界に行こうみたいな感じだったけど、じゃなくて、それと真逆で、うん。もう生まれ変わるとか、そういう、何？逃げ道っていうかな、なんだろう。まあ、またやり直せばいいか、みたいな。感じに、彼には取れて、そういうのは許せないみたいな。一度だけ、一度しかないんだっていうストイックさで持っていきたいから、みたいなのはどうでしょう？ 6 番目として。はい。1、2、2、悪魔。3、皇帝。4、5、ズボッと出ました。1は違うな。うん、1はの、2はイエスだと思う。きつい。うん。で、3、皇帝。3もなんかある。うん。2、3、4。いや、もう完全に無になりたい。これもなんか違う気がする。その他、私の仮説はあるかも。うん。一回なんだから、もうその一回、何？自分のその態度を立つっていうか、ね。逃げるんじゃないぞって自分に聞かせてるみたいな。なので、1,2,5 で。で、それから玉三郎さんが日本に生まれた今世の使命は何でしょう？まあ、これは小あるかなで見ようか。今世に生まれた使命。ズバッと出ました。おー。今世でなんか完成させるって言ってね。うん。逃げないずって。なんか変な言葉になっちゃった。カップの端の逆でしょ。絶対逃げないで今世で完成させるって言ってる。で、地道に実直に何かをね、成し遂げ。で、青年、学生さんのカードだからさ、ページ。若い頃からコツコツ地道に鍛錬を重ね、逃げずに、
かつ、でもそれは孤独な戦いなんだけれど、超孤立してるんだけど、あなたの世界を完成させるみたいな。うん、そう。あなたのっていうか、彼の世界を完成させる今世でみたいな感じが出てます。うん、なので、よっぽど大きなこと、世界のカードがね、ダイアルカナにここにドーンって出るくらいだから、よっぽど大きなことを成し遂げて完成させなさいよみたいな使命かな。逃げんじゃないよみたいな感じ。うん。が出た。はい。それは確かに、きつくもなるよね。さっきのね、人間と、なんか結構きつい人生だったにもなると思うよ。そんな、こんな使命だったら。うん。はい。以上になります。じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。パンなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね。バイバイ。ありがとうございます。